これはサブマリーナの1680です。通称赤サブですね。72年ぐらいまであったと思う、2、3年ぐらいまで赤サブは存在したと思うんですけれども、その中の一つですね。まあ文字盤はメーターファーストじゃないですね、フィートファーストですので、そんな初期のモデルではないです。これロレックスで実はオーバーホールしてます。でブレスも当時のまま巻きブレスがついてますね。これ巻きブレス、ヘビーブレスがついてるの多いですけれども、まあ純粋は巻きブレスですね。オーバーホールしてますんで、これ風防も変えられているんですけど、なかなか綺麗な状態、まあそこから使ってないっていうのもあるんですけど、ですから綺麗な状態です。でこれはですね、サブマリーナの赤い文字が本物はちょっぴり小さいですね。デイトナの場合は赤い文字が大きくなるんですけど、オリジナルの赤いデイトナは、これはサブマリーナの場合はオリジナルはちょっと小さくなります。それが見分け方だと思いますね、オリジナルの。はい、もちろんこれはオリジナルですのでちょっと小さいですね。文字盤はマット仕様ですね、黒のマット仕様です。ミラーじゃないですね、マット仕様で1570が入ってます。だからこれロレックスオーバーホールしたんだ、ちょっといじっただけでも秒針がすぐ動きますね。中の機械相当やっぱりいいんだと思います。はい、1680、通称赤サブですね。もちろん 200m ボス入ってます。でロレックスでオーバーホールするとゼンマイですね、鋼箱の中のゼンマイ交換します。それからあとリューズもチューブとリューブ一体で交換してしまいますんで、で防水性もあり、かなりきちっと防水取ります、200、サマリーナの場合は。で中の機械もですね、かなり交換したりしますんで状態は非常に良くなります。これがやっぱロレックスのサービスの違いですよね。まあ今は研磨しませんけど、この当時は研磨入ってましたね、研磨もしてると思います。はい、これが1680サブマリーナ、通称赤サブですね。